皆様こんにちは。残暑厳しい中、本当に今回も多くの方においでいただきましてありがとうございます。今日のテーマは、原発抜きで日本は大丈夫なのか、立ち行くことができるのかというテーマであります。東日本大震災から半年が過ぎました。そして今54基ある原発の中で、今日現在で運転をしているのは11基であります。日本のエネルギーの3割弱が原発によって賄われてきました。6割強が火力であります。1割ちょっと、8.5% が水力であります。1.23% が太陽光をはじめとする自然再生エネルギーです。そうした中で54基中今11基しか動いていない。そして年末にはもう6基が動かなくなります。そして来年の春には全部止まります。今言った数は再稼働が許されない場合という条件下でありますけれども、そのような事態になったとしたら、そして民主党政権が大まかな方向として示している古い原発からもやめていくんだというようなことになって、本当に脱原発ということになった場合、世の中には経済的に、技術的に、それからまた政治的に、そしてまた安全保障面でも日本国としてその基盤を保てるのかどうかということを今日は率直に議論をしていただきたいというふうに思います。その意味で今日お招きしたお三方は、私の隣から、北海道大学で今教えておられます奈良林直先生、そして本当に皆さんのご経歴がございますので詳しくは申し上げません。そのお隣が、黒木明弘さん、そして一番向こうが佐藤栄作元知事でいらっしゃいます。佐藤さんは実は福島の知事として当初は原発を容認しておられる立場でありました。その後原発の維持管理、運転のあり方、いわゆるマネジメントに対する多くの疑問から原発に対して非常に厳しい見方をなさるようになりました。そういった意味で、お三方それぞれ違う立場なんですけれども、まずお三方に一つずつ、原発抜きで日本はやっていけるのかということについてそれぞれのお立場から、10分間の目処に、お話を伺えればというふうに思います。私のお隣からこの順番にお話を伺えればと思います。ではどうぞよろしくお願いします。奈良林です。本日はこれだけ大手の方なんですがお集まりいただきまして、若干出張をいたしています。それではお手元にですね、資料がございますが、緑色の今使ったのこれがですね、実はブリッジというのは北大カラーでございまして、いろんな資料にホームページを含めてこういう緑色の色が使われています。第一原発の事故の分析と教訓ということで若干物質的なお話もあってちょっと難しいかもしれませんが、その点はちょっとご容赦いただきたいと思います。先ほど東京工業大学で日本機械学会の講演会にございまして、似たようなお話をしてまいりました。その一般の方がですね、参加されるご講演会で出てくる方が集まっていました。これちょっと飛ばしまして、つまり何が起こったのか、第一原発で何が起こったのかということを知っているところがあります。上がですね、事故の前の写真、それから下の写真がですね、地震後の写真でございます。津波によってですね、海岸にある多くの施設が流されています。大きな重油タンクがですね、浮かんで流れてしまいました。これは津波が来るとですね、大きなタンク類というのはこれになってしまうんですね。それでアンカーボルトで、コンクリートで地面に
固定されているんですが、上向きに何千トンという荷重が発生して、船のように流れてしまいます。ですから、気仙沼とかで多くのところで石油の備蓄担当が流れて、それが火災になりました。福島第一原発でも同じようにですね、大きなタンクが流れております。で、今、右下にある図でございますが、ここに事故の要因というものをまとめてございます。一つはですね、地震で、鉄塔が倒れています。で、鉄塔そのものは大丈夫だったんですが、斜面に建設されていて、斜面が折りすぎだったものですから、その鉄塔に盛り土が落ちてきて、鉄塔を曲げてしまったということで、外部電源停止という激発電所にとってはかなり致命的な事態が発生しました。それから、あと受電設備ですね、海水所というんですが、こういった受電設備が少し古いタイプのもので、外資で重たいものを釣っている構造でしたので、地震によって外資が割れてしまったということで、海水所の受電設備をやられてしまいました。で、ここまでが地震の原子炉本体の耐震 A クラスの建物、それから中の機器、これについてはデータを精査いたしましたけれども、地震による破損は大きな破損は生じてないというふうに思います。ただ残念でしたのは、その後に来ました津波で、タービン建屋に地下にありました、非常用ディーゼル発電機ですね、DG と我々は称しておりますが、ディーゼル発電機が、これがついてしまいました。それから海沿いにありました多くの冷却系ですね、海水を使って原子力発電所を冷却しているんですが、このモーターがやはり濡れてしまったとか、電源盤が濡れてしまったということで、こういったものは使えなくなってしまって、全交流電源ということになりました。作動しておりました非常用炉新冷却系 ECCS、これも停止してしまいました。非常に重大な事象になったわけです。それで、これは福島第一発電所1号機から5号機の構造で、ブラスト型のドライウェルといいますが、格納容器、それとトーラス型、ドーナツ、皆さん、次はドーナツ型と一緒にしていますが、そのトーラス型、ブラストとドーナツをつなぐ、配管がございます。こういった構造の格納容器の中に、原子炉が収納されています。で、その構造ですと、中で事故が発生して、水素、あるいは放射能を含む、放射性物質を含む、機体が出ますと、実はこの時の上蓋がございまして、上蓋に、内圧の上昇によってですね、特に赤気圧2倍まで上がってましたので、こういう非常に圧力が上がった状態で、内部の、内部に閉じ込めていた水素と放射性物質が、一番上のですね、オペレーションフロアといいますが、原子炉の建物の一番最上階から水が漏れ出して、これが水素爆発の原因を作っております。それで、原子炉建物の構造を、こういうふうに言われましたが、ちょっとこれ、それからですね、あと何が起こったかということで、それは航空写真に行ったり、新潟県の市場する会社の社長に、デカナンバーいたしまして、ご縁に使ってくださいということで、許可をいただいております。1号機も、3号機、そして4号機、いずれもかなりの致命的な爆発、水素爆発等によって、原子炉の悲惨な姿になり、合わせて近隣の町村に、放射性物質を発射する、あってはならない事故が発生しました。で、1号機で何が起こったかということですけれども、ここにございます通り、蓄電池が触れてしまったんですね、それから、原子炉の水位が下がってしまったんですね。で、この中には、発育水位、あるいは蓄電水位と言われる、後でご説明しますが、非常に、強力な冷却手段がございましたが、これを電池が止めてしまった。でさらに、電話が、こうして電池がバッテリーがなくなるときに、電話が自ら飛べる信号を出してしまったということで、これが致命傷になりました。で、その後、海水の注入作用もある、あるいは、フェント酸の自由が放射性物質を歪めながら、外部に出してしまったという、そういう操作が行われました。これは格納容器の致命的な破損を防ぐので、こういうことでございます。で実はですね、もう3月11日も夜半、
3月11日にかかるとおりですね、もうすでに活動要件は強く上がって、あるいはターミンタッタや放射能レベルが上がっています。私は、マスコミ取材に対して3月11日の夜が勝負であったと、その後も負け試合だったというふうに申し上げています。3月11日の、もう対応を、ね、特に確認し、サイトーションを込んでたとしていますが、これの捜査が止めてしまったということで、致命傷になりました。近くには坂下ダムといって、最新の3トン、自動車耐える大きなダムもございましたが、そのダムからの水も、地震によって溶岩をして使えませんでした。で、マスコミ等で放映されています、まあ、こういう非常に残念な、水素爆破が次から次へと発生してしまったわけでございます。で、私はですね、実はもう年間に勤めておりまして、具体の方でしてですね、1978年後輩が実は吉田所長と同じ研究室でございまして、彼とは一生懸命勉強した、監視をもとに勉強したとは思っていません。で、入社して1年後にですね、アメリカでスリーマイルアイランドの事故というのが発生しました。で、この時に世界で初めて核事故が発生したわけです。でこれを防ぐにはどうしたらいいかということで、その後私はずっとですね、会社にいただいた、安全研究をしておりました。いろんな研究をして、そして国際会議で協力いたしました。ベルギーで世界から700人集まる国際会議の技術委員長を務めたこともございます。シリア危険とのセッションで、核事故を予診用意、その後ベルトするということがありましたけれども、核病気の核が消えた場合どうなるかというようなことを国際会議の場では専門家同士でディスカッションしていたわけでございます。で、こういった教訓をもとにですね、これから作る原子力発電所は外部抽出に頼らないで自然冷却で自己収束するタイプにしましょうということで、ここに示してございますが AP1000、AP サウザーと申しますが、これは核の容器を注いで、あるいはその後ですね、空冷で冷やして、中の原子層が冷却できるように水で冷やすということで、外部抽出によって頼らないで、原子層自ら自己を収束するタイプのものを開発したわけでございます。この他にですね、ESBWタイプのものを開発しました。実は私はこれ国際プロジェクトで、この ESBW のプロジェクト最初から参加しておりまして、アメリカのギリシャのエンジニアと圧力容器の形を まずはフリーハンドで書くんですね。でそこから参加しておりました。でここにはアイソーションコンデンサーという、先ほど申し上げた、自分で、冷却をする、そういうものがついてた。で、1号機も実は1500円をございまして、アイソーションコンデンサーが、備えられておりました。これがちゃんと使い切っていればですね、1号機の事故は防げたと思います。関数が発生されて、この ICS のコンデンサーによって、事故は収束するし、そして引き続き3号機、こういった事故の収束もですね、より容易になったんじゃないかというふうに思います。で、その後ですね、3月のその、11日以降、原子力学会でチーム X、CPF の福島、これは復興という意味を含めてですね、専門家が集まってチームを組んで、私が代表になりましたけれども、まあ、一番若いということで、お二人まして、対応をいろいろと検討いたしました。でこの中で検討提案しましたのは、今、事故の収束の決め手となりました、循環注水冷却システム、それを3月28日に、原子力学会のホームページで、公表するとともに、テレビ、マスコミ等にもですね、出演して、これの必要性を聞きました。当時は全く見向きもされませんでしたが、冠水、格納容器を水管にするというのはできないということになりまして、その時点で、9月6月の時点で、この案が採用されるようになりました。その間、3ヶ月を過ぎております。で、チェルノブイリのですね、事故もございまして、その時にですね、放射能を近隣、ヨーロッパ全体に巻き上げてしまったようです。出力は100倍に、暴走で100倍に上がりまして、